秋津島は日本海軍の防護巡洋艦。設計から建造までのすべてを初めて日本国内で行った巡洋艦である。本艦はもともとは松島型防護巡洋艦の4番艦として計画されたが途中で建造中よされ、設計を一新した全くの別艦として日本海軍で設計し日本で建造された。タイプシップとしてアメリカ海軍の防護巡洋艦。 ボルチモアを模倣した、春光時の本艦。本艦の武装は日本が、イギリス企業に依存していたため、アームストロング百8 9 2年型15.2センチメートル速射砲を採用した。この砲は、イギリス全土球戦艦、ロイヤル、サブリン級やイタリア全土球戦艦、レウンベルト級の複砲にも採用されている、優秀砲である。その性能は45.3キログラムの砲弾を、 最大行角15度で9140メートルまで届かせられた。この方を棒立てのついた単層砲がで、原則系スメート配置で、片原に木ずつ、計4機を配置した。不行能力は、行角15度、深く3度である。旋回角度は、原則方向を0度として、左右150度の旋回角度を持つ、方針の不行、砲塔の旋回、砲弾の溶弾 装填は主に人力を必要とした。発射速度は1分間に5から7発と速かった。他に、耐水雷艇迎撃用に、アームストロング1894年型12センチメートル単装速射砲を棒立てのついた単装砲がで、艦首、甲板上に1機ずつと、原則中央部に、片元2機ずつの、計6機、近接戦闘用としてこの時代の軍艦に広く採用された。 フランスのオチキス社のオチキス 4.7cm 気泡を単装砲画で8機装備した対艦攻撃用に 35.6cm 魚雷発射艦を計4機装備していた1890年横須賀造船部で起航。1894年3月31日に竣工し第一種に編入日清戦争では豊島沖海戦、航海海戦、大連 旅順、異海英、宝庫島攻略作戦等に参加。1898年3月21日、三島巡洋艦に、類別された。同年5月9日、米西戦争により法人保護のためマニラに派遣。1900年6月から10月にかけて、義和団の乱のため芝生警備に従事した。日露戦争に際しては、旅順攻略作戦、公海回戦、日本海海戦、 カラフト作戦等に参加。1912年8月28日、二等海防艦に類別変更。第一次世界大戦では、チンタオ攻略戦に参加、フィリピン、シンガポール方面の警備活動に従事した。1921年4月30日、特務艇に編入され、潜水艦母艇に類別、横須賀で使用された。1927年1月10日に除籍となり、 同年7月29日に売却され、横須賀で解体となった、日本海軍史第9艦、第10艦の召喚履歴及び官報に基づく、階級は就任時のもの、ありがとうございます。